きです。始めました、はい、もうちょっとじゃあお願いします。はい、はい、そういうわけでね、もうすぐね、番組は始まりますけどね、あと何秒、あと2分ね、適当にコメントくれるとね、今のうちにコメントくださるといろいろ読みますので、政治的なことでもいいですからね。この前の番組でね、なんかね、LGBT のことをいろいろ話したけど、政治と LGBT のことについてね、いろいろ話してたみたいですけれども、ちょっとね、自分からするとちょっとなんか方向性が違うんじゃないかなっていうか、まあ、戸口議員はね、いろいろ私と一緒にね、私とお話しして勉強してるんですが、奥間君の方はね、っていう厳しいことを言わせていただきます。奥間君の方にもね、奥間君とね、私直接会って話したことってのはあんまりないんでね、この奥間君にちょっと説教こぎに行きたいと思いましたね、さっきの番組聞いてて。というわけで、最後までよろしくお願いします。どんどんね、コメントの方はね、メールじゃなくてツイキャスの方でよろしくお願いします。これから始まりますからね。はい、そういうわけで毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム午後8時からはアニマー兄貴のクールジャパン沖縄、この番組はね、私アニマー兄貴を中心として、たまにはゲストを呼びまして、沖縄をクールジャパンなというよりもね、クール沖縄なね、県にしてしまおうというそういう野望を秘めた、番組でございます。この番組は地上波 FM79.7MHz 79.7MHz FM 宜野湾、また、インターネットの方ではね、サイマルラジオ、そして、リューストリーム、そしてツイートキャスティング、ツイキャスですね、こちらの方でお届けしております。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。
そういうわけで本日お届けいたしました曲は、ポップテピピックのテーマからお届けいたしました。そういうわけでね、この番組ねいろいろ、まあ、情報とかね流してますけれども、まあ、今ね、ちょっと昨日からだよね、木金土日でございますから、昨日からね、沖縄県内で、沖縄県内というか那覇市内、海空公園、それから国際通りにある、天物館、それから、新都心ですね。今年からもメイン会場ほとんどほぼ新都心になってるんじゃないかと言われてますけども、新都心にあるおもろ町のね大原っぱというところでね、そこの3カ所那覇市にある3カ所で、お届けしております沖縄国際映画祭。まあ、私の場合もねこの沖縄国際映画祭第10回沖縄国際映画祭、まあ別名、島全部で大きな祭でございますけれども、この島全部で大きな祭の茶壇会場の方のね、沖縄国際コスプレ祭というのがね、先週ございまして、先週の土曜日にありまして、盛況のうちに終わりました。まあね一応大成功だったんでありますけれども、ちょっとね、ツイキャストでコメントいただきました。シュープリームさんありがとうございます。こんばんは。コスプレ祭盛況のようでしたね。一応盛況でした。一応つきますけどね。まあこれからねいろいろね、またね、まだまだ沖縄国際映画祭まだ続いてますんで、島全部で沖縄祭まだまだありますんで、まあちょっとここで言いますとね、実を言うとこの沖縄国際コスプレ祭まだ終わっておりません。明日ですね、いよいよ明日土曜日、同じく茶壇の方で、茶壇にあります、茶壇のアメリカンビリッジにあります、まあ、沖縄国際コスプレ祭が行われた、まあ、アメリカンビレッジでございますけれども、全域でね、こちらの方で、モッズという、ライブハウスがございます。チャタンモッズ、こちらの方でね、アニマゲドンというイベントがありますけれども、このアニマゲドン、今年、沖縄国際コスプレ祭そして島全部で大きな祭の連動企画として行われます。こちらの方もね、何かねこう動画とかねそういうのねあればねお届けしたいんでございますけれども、なんかちょっとそういうわけにもいかないらしくて、まあそこにね登場するのがね、この我が宜野湾市が、誇ります、創世のアクエリオンですとか、カンコレのね、艦隊コレクションでしたい、コレクションでいいんだっけね、俺はゲームやあんまりやらないでよく分かんないんですけども、あとはアニメのね、魔法使いの嫁というアニメの、ね、エンディングテーマとかでおなじみのブレス4、創世のアクエリオンだとねオープニングもエンディングもねほとんどこのブレス4が、秋のウィズブレス4がやってたんですけれども、この秋のウィズブレス4がねこのアニマゲドンというのにね、明日行われるアニマゲドンというイベントにね、出てきますので、まあ、もしこちらの方もねよろしければ、沖縄国際コスプレ祭連動企画でございますので、まだまだ沖縄国際コスプレ祭まだ終わっておりません。この明日のアニマゲドン、そしていよいよあさって4月22日ですね、明日は4月21日、あさって4月の22日はいよいよあれですね、那覇市の国際通りでレッドカーペット、毎年これレッドカーペット行われますけどね、こちらの方に、まあ、この秋のウィズブレス4さん、それと、沖縄国際コスプレ祭を盛り上げてくれたポップキューンのメンバー、他にもね、コスプレイヤー、それから、同じく沖縄国際コスプレ祭を盛り上げてくれたゆかりろさん、そして、もちろんねこの私もこの私もっていうのがねちょっとね引っかかるな自分で。まあ、そういうわけでね、コスプレですとかね、すごい綺麗な、ね、衣装に身を固めた、メンバー、沖縄国際コスプレ祭関連の、ね、メンバーも、茶壇応援団、ね、沖縄国際映画祭茶壇応援団としてレッドカーペットの歩かせていただきますので、ぜひレッドカーペットの来ていただきたいなと思います。まあ、沖縄国際映画祭レッドカーペットの方はね、4月22日日曜日、国際通りの方で行われます。大体コースはね、なんだっけ、沖江通りとの T 字路、まあ、分かりやすく言うとね、ドン・キホーテ、国際通りにあるドン・キホーテから、天物館の前までが、大体コースになっておりますので、こちらの方にね、皆さん見に来ていただければと思います。時間は12時、正午からでございます。大体時間はね1時間半とか2時間をね予定してるんですけれども、まあ放送としてはね、どっかの、ね、テレビ局も放送するらしいんですけれども、それ以外にねニコニコ生放送ね、
ニコニコ生放送の方で流れてますんで、そちらの方もお楽しみいただければと思います。またね、明日のイベント4月21日のね、あの明日の沖縄国際映画祭の方のイベントの方もニコニコ生放送の方でも流れてますんでね、そちらの方でも見ていただきつつ、こちらのね、まあ、FM ギノアンの方の番組もね、こちらもニコニコではなくて、ツイキャスのでお楽しみいただければなと思います。そういうわけでね、今日はね、私一人で、いろいろやってますけれどもね、実を言うとね、年内にね、またさらに他にもね、私2つイベント抱えておりまして、それもそろそろ告知しなきゃならないかなと思ってるんですけれども、来たる7月ですね、7月には、沖縄市で行われる LGBTQ フォーラム沖縄LGBTQ フォーラム、2018なんですけれども、こちらのもね、私がね、事務局とか実行委員になりましてね、今年から実行委員としてやらせていただきますんで、皆さんぜひおいでください。こちらのはね、7月1日の予定でございます。7月1日ね、沖縄市にあるコザミュージックタウン音市場1階の方の特設会場の方で行いますので、先ほどね、なんか前の番組でね、 LGBT がどうたらこうたらって言ってましたけど、そんなね、堅苦しい問題ではございません。みんなが理解してね、みんなが笑顔でいれればそれでいいということでございますんで、そんな簡単なことなんですけれどもね、やっぱりね、ちょっと否定的なこと言わせていただきますと、政治家の皆さんは、難しく考えすぎでございますね。ねえ、そうでしょ、ちっちゃい頃ね、みんな若い頃、子供の頃はね、なんかこうエッチってすごいもんじゃないだろうかとかね、そういうなんか LGBT 的なものってすごいんじゃないかと思ってワクワクしてね、大人になってみたら全然大したことなかったっていうね。みんなそうだよね、大人って大体みんなそうだよね。大人になってもまだそういうものになんか幻想とか幻影抱いてる人ってちょっと私としても羨ましいなと思います。そういうわけでね、あとでもう2つ3つほどね、告知いたしますけど、その前に、曲のお届けいたしましょう。宇宙戦艦ヤマト2199。今日まともでしょ、番組ダメ。今日はおとなしく行くよ、おとなしく。
今 CM 中です。適当にコメントくればガン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 ね。え、多分謎足さんがいないから長く感じる。長くじゃなくてちゃんとまともに今日やってるでしょ、のんびりと。ね、もう私普段暴走気味だからさ、俺の放送がさ、こうたまにはこうまったりやんないとって、だって残りもう11分だし、ほんと30分番組、俺にとって30分番組やばいね。ちょっとスポンサーつけてさ、ほんとな、もう1時間でやるんだけどダメだね。はい、そういうわけでね、お届けしました曲の方はね、宇宙戦艦ヤマトの、2199の方のテーマをお届けいたしました。そういうわけでね、まあ先ほどね、イベントのこと、まず明日行われる茶壇モッツで行われる、アニマゲドンというね、これは沖縄国際コスプレ祭と、それから沖縄国際、沖縄国際が島全部で大きな祭、こちらの連動企画となっております。明日モッツでございます。こちらのアニマゲドン、カタカナでアニマゲドンでね、検索していただければ分かると思います。そして、もう一つご案内したのは、私も登場する、あさって4月22日沖縄国際通り、那覇市の国際通りで行われる沖縄国際映画祭島全部で起きなさいレッドカーペット、こちらのはね、お昼12時から行われますのでね、またこちらのはニコ生の方でもね、なんか吉本さんの方が放送するということなので、そちらの方で見てもいい、結構ですけれども、まあ、ぜひできればね、現物、私の現物見ていただいてね、どのぐらいね、ちゃんと助走がハマってるのかっていうのを見ていただきたいと思います。またね、 CM 前にね、もう一つね、告知させていただいたのが、この本年の7月1日に、沖縄市コザミュージックタウン音市場1階で行われます LGBTQ フォーラム2018、こちらの私が実行委員をさせていただいておりますので、こちらの入場無料でございます。参加費無料でございます。また別の方の告知ね、ちょっとしたいんですが、その前にね、あれですね、ツイキャスの方で、コメントいただいてますんでね、いろいろちょっとそちらの読んでいきたいと思います。高松マリーさん、こんばんは、こんばんは。年々華やかになりますね。私が一人いるだけで随分華やかになると思いますよ、私の女装で、ね、ダメ、今日誰も突っ込んでくんないから、なんかこうスタジオの中がなんか浮遊霊でいっぱいなんだけど。それがシュープリームさん、先ほどね、 LGBT の関係のお話ですね。ありのままが受け入れられる社会ならば LGBT なんて言葉いらないのかも、いらないのにね、そんな感じ、本当にそういう感じなんですよ。レッテル貼りとか細分化っていうのはね、ちょっとね、不思議な話でね、例えば太っている女性とか太っている男性とかが好きな方をデブ線って言ったりとかしますでしょ。でも痩せてる人が好きな人、痩せ線ってあんまり言いませんよね。ガリ線とかね、あんまり言わないよね。だからそういうとこからもやっぱりなんかちょっとなんかそういうね、なんかレッテル貼りっていうのは結構あるんじゃないかと思います。そういうレッテル貼りのない社会、好きな人が、この人だったからたまたまそれが同性だったり異性だったりとか、だから自分なんかもよく言いますね、私は同性愛なんか認めないなんていう人に出会った時には、私必ず言う言葉が、あなたはあなたが好きになるほどの同性に出会ったことがないだけで、多分あなたはあなたの性別の中であなた自身が一番優れた人間だと思ってるんでしょって私は言うようにしてます。いかがでしょう。そんな感じでございます、ね。そういうわけでね、まあ、他にもね、いろいろこの今度ね、さらにその後ね、今度9月ですね、ちょっと告知の方続けさせていただきますと、今年の9月、予定としては9月16日なんですけれども、こちらの方は、那覇市でね、今日明日もね、まあ、沖縄国際映画祭で盛り上がっている那覇市国際通りの天物館ですけれども、この天物館前広場のね方で行われます。9月16日予定でございますけれども、こちらのはピンクドット沖縄、ピンクドット沖縄2018が行われる予定でございます。こちらのはね、私も今年もね、共同代表ということでね、ピンクドット沖縄共同代表ということでいろいろやらせていただきますけれども、こちらのもね、スペシャルなゲストをいっぱい呼んで、楽しいイベントでね、みんなで笑顔でいられること、これがね大事なことなんで、みんなで笑顔で入れられるイベントをね、作っていきたいと思いますので、またねこちらのも入場料とか参加費無料でございます。まあね、物販もちょっと多少あります。食べ物だとかね、飲み物だとか、物販もございますんでね、去年はねあれなんですね、アンパンマンアイスがね、アンパンマンアイス無料でね配ったんでね、これがものすごい好評で、
なのに、途中でね、みんなあの大人の人が有料だと思ってね、あの取らなくなって、子供ばっかりだったんで、あの取りに来たのがお子さんばっかりだったんでね、あの余ってしまったので、ぜひ今年はね、あの皆さんね、買いに来て、くださるか、それともなかったらあの、無料配布なのか、もう今年ちょっと分かりませんけど、アンパンマンアイスがね、本当にね参加するのかちょっと分かりませんけども、今年は、まあ、参加してくれることを願ってね、そういったものもございますので、どん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 、9月16日は、那覇市の天物館の方でね、このピンクドット沖縄行われますんで、皆さんどうぞお越しください。まあね、なんでアンパンマンアイスなのかというとね、アンパンマンアイスというのはね、実は日本では沖縄だけでも沖縄の限定なんですね。でこのアンパンマンアイス、実はアンパンマンが飛んでるんですが、ホワイトカラーの上に虹マークがついていて、この虹マークのところをアンパンマンが飛んでるということでね、それではこのアンパンマンっていうのは、いろんなね、例えば天丼マンとか、なんか俺よく分かんないんだよね、見たことない、あんまり見てないから、カレーパンマンとか食パンマンとかね、ドキンちゃんとかいろいろいるでしょ。でそういう多様性、人間の多様性ってものがありますから、このそれをね、まあ、あれ人間なのかどうかっていうとね、首がもげてね、新しい首に取り替えられるか、ちょっと人間じゃないんだろうけれども、まあいいじゃない、まあヒーローの多様性ということでね、一人一人一人がみんなね、それぞれのヒーローってものを象徴してるってことでね、アンパンマンアイスの方ね、ご協力いただいてますんで、皆さん今年もね、ぜひね、スペシャルなゲスト、また、去年はね、スピードじゃない、マックスだ、ごめんなさい、マックス、元スピードね、現マックスでございますね、マックスの方がね、出演して、それでもね、無料だったんですよ、ライブの方、今年もね、そういう、なんていうのかな、大きいアーティストさん呼べればいいなと思ってます。まあちょっとまあ有名なあの人とか、有名なあの人とか、ちょっとオファーをしたいなと私は思ってるんですけれどもね、皆さんふるってご参加ください。それからね、もう一つね、実は年内にあと2つほどね、アニソンと、コスプレのイベントをね、那覇の方でちょっと予定してますんで、これの方もね、皆さんご期待ください。決まり次第ね、完全決定次第、まあ今内定なんですけれども、完全決定次第どんどんこちらの方で告知していきますので、お聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。そういうわけでね、まあいろいろメッセージのツイキャスの方でいただきますけど、読めないのばっかりじゃねえかよそういうわけで、シュープリームシュープリームさん、アンパンマンアイスは内地にはないんですよね、嫁はドキンちゃんアイスが好物です。これね、だからね、なんでピンクドット沖縄にアンパンマンアイスを入れたかっていうとね、導入したかというと、これ私のアイデアなんです。アンパンマンアイスのは白いアイスですよね。ところが袋のところに虹のところを、虹を飛んでレインボーマークね、レインボーマークというのはこれ LGBT だとか LGBTQ だとか LGBTQX、ね、セクシャルマイノリティの多様性、性の多様性というものを表しているのはレインボーマークですから、ここをアンパンマンが飛んでるということでアンパンマンアイス。そしてドキンちゃんアイスは袋を開けるとピンク色、ね、ピンク色のアイス、これをもうレインボーとピンクって言ったらピンクドット沖縄にもうぴったりでしょ。でもそれ私のアイデアでございますよ、これ私のアイデアでございますよ、私が発見したんでございますよこれでね。で、まあアンパンマンアイス作ってるあの例の会社さんの方にね、頭下げに行きましたところ、それは素晴らしいと、まあよもやそんなことは気づきもしなかったと、まあ、気づかないで知らないうちにやってたんでしょうけれどもね、もちろんその意図的にやってたわけではないんでしょうけれども、そういうわけでね、本当にお褒めいただきまして、もうぜひねスポンサーの一人としてね参加させてくださいということでね、参加していただくことになってね、多分今年も参加していただけるんじゃないかなと思って、心の中でね、期待しております。そういうわけでね、そろそろ残り時間1分半となりました。まあね、本当ね、また、ね、ツイキャスの方でねメッセージいただきましたが、シュープリームシュープリームさん、毎度どうもありがとうございます。社会貢献ですね。そうですね、やっぱりそういう袋の方にね、そういうレインボーマークがあったり、ドキンちゃんアイスがピンク色だったりとかするのっていうので、ね、ピンクドットだとか、それからレインボーアライアランス、要するに虹色に象徴されるね、まあそれをね悪用してる連中も確かにいますよ、ね、それを悪用してなんかへんてこりんな化粧してね、実際にいるんです、そういう人たち。このツイキャス見てれば、このツイキャス以外のツイキャス見てれば分かりますけれども、化粧してなんかデモ隊に参加して、俺は LGBT なんだこの野郎、女装差別すんなとか言ってね、喧嘩売ってるバカいるんです。本当よこれ、地上波だけど俺ここまでは言っちゃいますからね、本当にいるんです。もうそういう人たち本当やめてほしい、やめていただきたい。
本当にね、自分は当事者なのかどうなのかっていうのは謎の、ね、スタンスにしてますけれども、みんなね普通に生活してます。LGBT の方、特別な生活してる方っていらっしゃいます？いるじゃないかっていう人いるんですよ。テレビに出てるとか、ね、有名人じゃないかとかいう方いますけれどもね、そんなことございません。皆さん普通に生活しています。そういうわけで残り時間5、6秒だ。また来週、まったのー。はい、もう時間すぐなくなるね。はい、そういうわけでシュープリームシュープリームさん、高松まりさん、どうもありがとうございます。ちょっとエロいですよね、ピンクルナイスはとかね。これピンクドット沖縄がピンクなんでね、ちょっとごめんなさい、そういうコメントちょっと読みませんでした、申し訳ございませんでした。そういうわけでまた来週、まったのー。逃げるように逃げませんよ。あっという間で、ね、までしたね。はいはい、お疲れ様でした。それではまた来週。はい、お疲れ様です。はい、どうもね。高田さん、来週か再来週で払います？大丈夫ですよ。再来週は確実ですけど、来週持ってくれたら持ってきますよ。ぜひ。再来週はね、実はちょっと遅いわけ。来週が。来週25日過ぎてるから、多分大丈夫だ、大丈夫ですよ。オッケー。お願いします。はい。